日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスターバックスから早くもお花見商品が出ましたのでお花見していただきます。こちらが桜サクサクフラペチーノ、以前はわらび餅でしたね。そしてスプリングシュガーラテ、左が桜と抹茶のドーナツ、ピンクと緑がよく合いますね。あと桜ソイラテというのもあるんですが、ラテは以前飲んでいるので今回はパスで。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはドーナツから入れていきたいと思います。ピンクと緑が綺麗ですね。ではいただきます。春の訪れを堪能できるラテとドーナツですね。おお、この抹茶ドーナツ、スタバの商品にしてはですね、でも美味しいです。そしてフラペチーノ、これから先だんだん美味しくなってきますね。今はまだ寒いですけど、おお、しっかり食感も楽しめる。でちょっと冷えた後は温めてってちょっと矛盾してる気もしますけど、やっぱりスタバはドリンクもいいですね。いや、ドリンクが本命か。今年も春のお花見はスタバから開始しました。いろいろな食べる桜、今年も出会いたいな。あなたは何かお気に入りの食べる桜、飲む桜はありますか？コメントでよろしければ教えてくださいね。くださったら私もレビューするかも。ごちそうさまでした。最初に食べた桜抹茶ドーナツはスターバックスのドーナツにしては結構甘さが強かったですね。なので結構甘いドーナツがお好きなのであればぜひ食べてほしいです。シュワッとシャッとしたシュガーコーティングの桜と抹茶の甘い香りが漂う甘さが二重になって口の中を幸せにしてくれました。続いてこちらの桜フラペチーノはただ単にジューッとで桜の程よい塩加減が感じられるだけでなく、中に入れるサクサクの確かマカロンだったかなと、ゼリーのプルプルとした食感も楽しめて美味しかったです。そしてこちらの最後のスプリングラテ、これはもう見た目はピンクで春色なんですが、まあ、味としてはやはりシンプルに美味しいラテですね。ですなので意外性はないのですが、ちょっと春を感じたい時にいいかもしれません。今回ね、飲んだ中だとやはりこの桜フラペチーノがいろんな食感も楽しめて、なおちょっと塩気もあって一番桜を感じられましたので、ここが一番ポイントをおすすめできます。今回飲んだこちらの桜フラペチーノは5点とさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。